小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。はっせん、雨が多い期間言われとってな。嫁取りやら造作やら仏事なんかは今日やって言われとるよ。白露、秋も本格的になって朝露が宿り始めるから。六葉は友引き、友引くから教授は避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。今日の絵とは土の絵馬。土の絵は陽の土、馬は陽の火。夜境に陰陽五行の流れは物が燃えて土となるいうことで、創生、物事が順調に進む有形や。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。